こんにちは、大八郎です。今回はニホルメーション悠々白書シールウェハースボリューム2、こちら、ワンボックス20個入り、3ボックス開封して全32種プラスシークレット1種、こちらをコンプリートを目指したいなと思います。魔界編ですね、突入しております。いや、いいですね横向いてます。なんと、雷禅読み潜水無黒も入って、これがね、いいですね、これ。トグロ潜水雷禅読み無黒、これは強い。はい、対するはこの4人でございます。勝てないですね、これは。はい、で、しかもなんと今回シークレット1種入ってて、全33種ですね。いや、これは楽しみ。シークレットなんやろうか。みたいですね。それでは開けていきましょう。はい、パッケージはね、この2種類でございます。いや、いいですね。で、ラインナップはどうでしょうか。おっと、玄海トグロ弟ってのがいますね。稽古とボタンプー小エンマ、まあ、潜水編と魔界編あると。あ、シークレットほんまなんなんやろこれ。あ、シュラとかエンキとかもいる。あ、シグレおるわ。やったー、これは嬉しい。うん、カイドウ、キド、柳沢いますね。あー、なるほど。天沼、牧原、ハギリ、イツキ。あー、いいですね。いや、これは楽しみだ。では、開けていきましょう。はい、開封準備整いました。右列の手前から奥に、終わったら左列の手前から奥にという順番で開封していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。シークレットは何かな。一発目、あいいですね。カイドウ、キド、柳沢、まあ、キド編がね、じゃあ、いや、カイドウ編がね、あの素晴らしいゲームでしたね。このテリトリーの話ですよね、潜水編はね。いやー、面白かった、あれも。すごい、おっと、来ましたね。これって、はい、シークレット速攻シークレット当たりました。いや、いいですね、これ。みんないい顔しております。ヒエはね、ちょっと正面向いてませんね、ヒエっぽい。あー、でも綺麗ですね、ここら辺とか虹に光ってる感じです。いや、いいですね。まあ、シークレットも出たということで、あとはどんどん、あ、プーはこういう形、あ、いいですね。プーもかっこいいですね。公園間もまさかのあのおしゃぶりの効果、クラマー来ました。はい、レア。あ、プーの裏見てなかったな。プーちゃんと説明書いてます。魔界にね、やっぱいいですね、幽白書。うん、あ、来ました、雷禅。魔族大覚醒。雷禅かっこいいな。いや、どんどん行きましょう。あ、やった、これはこの、いや、かっこいい、これ全員横向いてるけども。あ、でも絵はこの絵と一緒ですね、このクラマの感じ。なるほど。じゃあ反対側の絵も欲しいところ。あ、若い頃の玄海ですね、トグロ弟。別れる時でしょうか。うーん、いやー、いいないやー、思い出されていいですね。また漫画読みたくなってきた。お、潜水忍、強かった、潜水。めちゃくちゃね、人格がいましたが、おー、いいですね。ちょっと上からのアングル。はい、あ、雷禅よ。腹減ってるからちょっと理性がね保てない雷禅。いやー、雷禅のね、もっと戦うところみたいなのも見たかったですけどね。はい、右列最後でございます。あ、延期初代チャンピオンですね。あ、魔界トーナメントに参加し見事優勝。いやー、
あの魔界トーナメントも全試合見たいぐらいですもんね、あれで、ね、すごく良かった。で、左列突入桑原一馬霊剣、いやまあ最終的にはね本当に、勉強でね魔界にはいませんでした。魔界トーナメントにだから参加しなかったですね。まあその代わりと言っちゃなんですが、比叡とねクラマが大活躍。おシュラ黄泉の息子でございます。いやいいです、お父さんと戦ってね、なかなか厳しい戦いと言いますか、しつけと言いますかね。あ、お父さん出てきました。黄泉というかね、お、かっこいい陽子クラマ、はい、いや魔界でもどんどん強い、黄泉の元でね、ナンバー2まで、駆け上がった。ただ黄泉との力の差まだ歴然とあるというところでございます。魔界にはいろんなね強い、S 級、あ、シグレ S 級妖怪がいますけども、シグレとヒエの戦いもめちゃくちゃ好き、かっこいいですよね描写が。またシグレの武器がかっこいいんですよ。ほい、お、潜水、あ、気候遠い、はい、潜水。いやあのね SH フィギュアーズでユウスケのフィギュアが出たじゃないですか。出たって予約開始したんですね。あれちょっと良さそうですよ本当に。僕はもう予約しましたけどね。はい、あ、いつき闇名で、桑原を捉えてましたね。いやなんかあの二人の物語もなんかちょっと悲しい感じと言いますかね、潜水とね、あ、ムクロ、ムクロ好きやわ。いやいいですね、比叡のねあのプレゼントすごい悪趣味なんですけどねめちゃくちゃ悪趣味ですよ、残虐性気回りない。あ、ハゲリ、ピンポイントでねシューティングスナイパーですね。そういやマーキングつけてそこにね飛ばします。はい、ワンボックス目最後でございます。はい、コエンマなんとワンボックス目シークレットも出ましたし、かぶりもゼロです。これはいいんじゃないでしょうか。はい、では2ボックス目いきたいと思います。残りは、だから13種ですね。はい、コンプできるか、まあ、いきなりかぶりましたねいきなりかぶったと。あ、来た、稽古のボタン。はい、いやネットフリックスでね幽霊白紙やってくれたじゃないですか。でボタン役の人はねすごい僕いいなと思って。おー、ヒエバックがいいですね。ヒエ、いやーいいですよ。でまあ SH フィギュアーズでねユウスケのねフィエが出るんですけど、まあ4人は出るでしょうおそらく、ヒエ、クラマ、クワバラね。あ、かぶった、出るんですけども、まあ、そっからあと誰が出るか。まあ、陽子は出るでしょう。陽子、クラマ。おそらく。で、え、かぶった。トグロが出てくれるかどうか。おっと、感じ、違う方が欲しい。ですね。あれ、その暗黒武術界の、ユウスケらしいので、トグロが出てくれたら、ありがたい。で、さらに言えば、まあ、限界が出てくれればありがたい。まあ、魔界編はね、おそらくね、出ないんじゃないかなと。めちゃくちゃ被ってる。なのでね、まあ、トグロ出て、くれるまでは出してほしいかなと。まあ、もちろんね、この4体、良さそうなんでね、集めていきたいなと思いますが、ユウスケだけでおそらく、終わることはないと思っております、というか願っております。いやー被ってるわこれはいかん、全然出てない。これはダメですね。2ボックス目はなんと2枚しか新しいの出てないんじゃないですか。うわきついな、これいきなりか。
そうか、あと11種類ということになりますね。うわ、これは大変だ。おい、はい、3ボックス目いきたいと思います。いや、全然揃ってない、全然揃ってないです。もうこれはね、もう僕の中絶望しかないですね。いきなりもうこれ被ってるし、いやこれは、あ、ヒエ来てくれた、よかった、嬉しい。あ、ちょっと待って、はい、ヒエくんです。いやー嬉しい。浦飯祐介が全然出てないんですよね。はい、魔族覚醒した浦飯も欲しいし、あの敵、あ、いいですよ、いいです、いいです。はい、陽子クラマ、もうヒエのね、ジャガン開いた黒竜っていうこのシールもあるんで、これも当てたいところなんと、あとユウスケ、とあとライゼンたちがね、5人ぐらいトグロとか映ってるやつが欲しい。あー、来た来た、これこれ、よかった、これは欲しいと思ってます。はい、絶対勝てないですね。絶対勝てないこれは。いやー、いや、まだとにかくユウスケも欲しいし、ヒエがあと1枚出てないですね。ユウスケ全然出てこへんっていうか、もうめちゃくちゃ被ってますね。袋ありがとうございます。はい、あと7種ですね、7種。はい、7種なんですけども、もうウェハースが残り7つしかありません。おっ、あと6種、ウェハースはあと6枚。これはかぶらずにいけるんでしょうか。かぶりました、終わりました。コンプ難しいな。おっと、牧原、これね、トグロ兄貴がついておりましたんでね。お、でもね、あと5種かな。あ、やったよかった、はあ、よかった、これよこれ。いやー、 SH フィギュアーズのヒエがすごく楽しみです。どこまでエフェクトをつけてくれるのか。ユースがね、レイガンとね、あのショットガンのね、エフェクトがついてたっぽいんで、これは楽しみですよね。お、天沼来ました、ゲームマスター。いや、これすごい、最後の追い上げがすごいです。まあ、コンプリートは無理ですけど、あ、やった、ユースケ、魔族覚醒のユースケです。最後に潜水レイガン放つことですね。よけろ潜水みたいな。これのフィギュアも欲しいな、魔族覚醒したユースケのフィギュア。ちなみにこのユースケが出てないですからね。最後です、最後の追い上げすごかったけど。かぶるんかい。はい、いよいよ白書シールウェハースボリューム2、1ボックス20個入りを3ボックスね、開封しました。まあ、最後の追い上げが素晴らしかったんですけども、残り2種、あー、揃いませんでした。で、何が揃ってないかと言いますと、このユウスケですね、このユウスケとこの桑原、はい、この2枚が、足りなかったというわけなんですけども、それ以外は出ましたね。でもね、3ボックス上げてシークレットなんと1枚だけでした。いや、これは紛れもなくシークレット、はい、これ良かったですね。最初の方に出て、それ以外は出てないですからね。これはびっくり、シークレット。まあ、開けたあれがあれ、なんていうんですか、その個体差みたいなね、そういうのがあるんかもしれないですけどね。いや、良かったんじゃないでしょうか。いや、まあでも欲しいね。ヒエは3枚ちゃんと揃いましたしね、他の、まあ、ライゼンとかムクロとかもね、揃えることできたんでね。いや、これはいいですよ。うん。はい。これね。いや、いいですよ、これ。はい。あとはね、まあ、シールウェハースはもう続くのかな、これ。
結構最後まで来てますけども、まあ、フィギュアの方もね、有役者は今後出るかもしれないんでね、それも楽しみに開封していきたいなと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。